AKB48AKB48 AK 選抜、総選挙 AKB48 にセブンスシングル、選抜総選挙 AKB48 にセブンスシングル、選抜総選挙とは、AKB48 の27枚目の CD シングルに参加するメンバーをファンによる投票で決定する一連のイベントの名称である。この選挙で、 上位16位までのメンバーが2012年8月29日に発売されたギンガムチェック選抜メンバーとなった。また、最終結果が発表される開票イベント AKB48 にセブンスシングル選抜総選挙ファンが選ぶ64議席は2012年6月6日に日本武道館で実施された。選挙の実施は2012年3月25日に 開催された AKB48 コンサート業務連絡。頼むぞ、片山部長。インサイタマスーパーアリーナ最終公演で発表された。投票期間は2012年5月22日10時から同年6月5日14時59分59秒まで。同年5月23日に速報発表を AKB48 劇場で実施した。最終結果は、 第三者機関により集計され、弁護士の確認の下で封筒に入れ封印されたものを、開票イベント会場において開封し発表。開票イベントの模様は、今回初めて、フジテレビにより、地上波で特別番組、AKB48 第4回選抜総選挙制、放送 SP として生中継されたほか、YouTube を通じ結果発表前のライブイベントから、 イベント終了までが生中継で、また、得票数1位の初心表明演説が、同日夜に録画で、それぞれ放送された。2012年7月7日には、NHKBS プレミアムの音楽熱帯夜で、AKB48 選抜総選挙スペシャルとして、第64位から第1位までの全員のスピーチと、当日披露されたライブの全曲と、 舞台裏の様子を織り交ぜながら放送された。以上、研究生も含めた計237名。本節以下における所属チームは2012年5月22日時点、前回の40人から64人に増枠される。これに伴い表題曲を歌う選抜メンバーは、前回までの21人から16人に減枠され、前回まで12位以内のメンバーに与えられていた。 メディア選抜の枠は廃止、前回まで22から40位のメンバーに与えられていた、アンダーガールズの枠は17から32位に移動した。さらに会グループとして33から48位の、ネクストガールズと49から64位の、フューチャーガールズが新設された。所属のうち、県は、AKB48 研究生、英県は、SKE48 研究生、白県は、 HKT48 研究生をそれぞれ表す。65位以下173人のメンバーにも、ウェイティングガールズとして34出版社の43、雑誌にソログラビアが掲載されることになった。ありがとうございます。